はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、緊急でちょっと動画を回しております。というのもですね、先日私ね、動画の方でこちら外さんの新作のね、バーナー ST350 トライトレイルと同時にね、新しく発売になりました、こちらのね、新しい CB 缶ですね、 CB タフというですね、寒冷地でも使えるよというね、新しいタイプの CB 缶になってるんですけども、こちらをご紹介させていただいたんですが、その動画の中でですね、例えば既存のですね、私も使ってるんですけれども、 ST340 とか310に冬場であればね、この CB 缶、新しい CB タフの方を使えばね、冬でも使えるじゃん的なことをね、お話ししてしまったんですが、動画のコメントの方でですね、視聴者様の方からこのね、CB 缶をショップで買おうとして、他のですね、 ST350 こちらのトライトレイル最新のもの以外で使うと危ないですよと言われましたということを教えていただきました。それでですね、新富士バランサー外さんの方にこちらの件ね、問い合わせたところ、ちょうどね、外さんのホームページの方でもこちらの情報ですね、公開になっておりましたので、注意喚起としてですね、皆さんにね、お知らせしたくて動画にしております。こちらね、外さんのホームページをね、写してるんですけども、これでまたこの辺に入れときますけれども、そのままね、読ませていただきます。 CB カセットボンベ、 CB タフ、こちらですねの適合機種に ST350、 こちらね、最新の軽量モデルですね、しか掲載されていませんが、他の機種に使用できないのでしょうかというふうに書かれております。そちらのアンサーなんですけれども、2024年4月18日現在、新商品のため ST350 以外の機種に対して認証機関への申請が間に合っておらず、試験に合格していないため適合機種として記載をしておりません。認証機関の試験に合格次第、適合機種の追加をさせていただきますということでですね、正式に外さんの方から発表がありましたので、まだですね、試験中ということなので、現状このね、動画にしている2024年4月の18日段階に関しては、こちらのね、新作の CB 缶、 CB タフに関しては、これね、両方大きいのとちっちゃいのとありますけれども、あくまでもこちらね、 ST350で使うということでですね、皆さんご注意いただければと思います。基本ね、規格が同じなので、他のですね、バーナー、同じね、外さんの ST シリーズだったりとか、他のメーカーさんのバーナーだったりとか、あとはですね、カセットコンロみたいなものでですね、もしかしたらね、使ってしまう方もいらっしゃるんじゃないかなということでですね、短い動画ではあるんですけれども、注意喚起ということで今日はご紹介させていただきました。また随時ですね、今日段階での情報になりますので、随時ね、先ほどの試験っていうのが合格され次第ですね、こちらの適合機種の方にね、外さんの既存のバーナーの方が追加されてくると思いますので、ぜひね、皆さんがお手持ちのバーナーが追加されたかどうかというのは、適宜ですね、皆さんの方で外さんのホームページの方をチェックしていただいてですね、きちんと確認を取った上でですね、バーナーの方を使用していただければと思います。ということでですね、本日はこちらのね、外さんの新作のね、 CB 缶、 CB タフの件ですね、注意喚起ということで動画にしてみました。これね、普通にね、規格的には他のバーナーでも現段階でね、適合していない機種でも使えてしまいますので、私もね、全然使えるかなと思ってたんですけれども、現段階ではですね、まだ ST350 だけとなっておりますので、まだね、この情報を知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひね、皆さんのキャンプ仲間にもですね、これ欲しがってた、もしくはね、買ったよって言ってた方にもですね、この情報を拡散していただければと思います。逆に言うとですね、ここまでしっかりとですね、検査等々をした上で適合機種に入れてるんだなというところが分かってですね、より一層ですね、外さんへの信頼度が増したなと私個人的には思っております。この後ね、どんどんいろんなね、機種適合に加わってくると思うんですけども、そこまでね、しっかりとチェックしていただいてるって思うとね、使う側としてもね、安心して使っていただけるんじゃないかなと思いますので、さすが外さんということでですね、今日の動画は終わりにしたいなと思います。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。